球場内で新型コロナウイルス感染者が確認された場合は、感染者の利用した座席番号を中日ドラゴンズ公式ウェブサイトで公表する場合があります。そのためご来場日から最低14日間が本日の感染チケットを捨てずに保管してください。またスマホチケットの方は購入履歴をご確認ください。ご来場後に一番のビジョンに表示されているような新型コロナウイルスの感染が確認された場合、または濃厚接触者になった場合は、中日ドラゴンズの指定の客席にお連絡ください。その本の代金さえ支払ってていいの？そう。ありです。